おはよう、始まりました。もけしちゃんです。今回はですね、まあそうですね、先日というか、まあ昨日なんですけど、イチロー選手が引退を発表したのでですね、まあアメリカでいろいろと試合見に行ったりとかしてたんで、まあその辺の話をしようかなと思います。ですね、まあちょっと残念ですね、神戸にいるので、神戸にいなければ試合は見に行ってたんですよ。僕はもうあの東京ドームのですね、巨人のなんか登録もしてて、ドームで試合があるとお知らせとかも全部届くんですけど、俺がいろいろ知ってはいたんですけど、いやー残念ですね、行きたかったですね。まあ結構試合は見に行ってるんですよ、イチロー選手のですね。アメリカで最初はパドレスですね、サンディエゴパドレスとの戦いですね、サンディエゴパドレス戦で、イチローがそのマリナーズって、来る時に見に行ってますね。で友達と行って、台湾人の確かそうですね、友達と行って、台湾人ですけど、まあ、ずっとアメリカで暮らしてる人なんですけど、こうやって行って、一緒に行って、3人で見に行って、で、練習の時から行ったんですよ。で、練習が、このバッティング練習してて、イチローがやってて、で、バッティング練習の時もガンガンホームラン打つので、イチローですね。で、そのボールを友達がキャッチしたんですよね。が、すごく思い出に残ってますね。そうそう。なんでグローブ持ってんだろうと思ったら、その、イチローが打つボールを取りに行ったんですよ。で本当に取りましたからね、言ってた通りに取ったのでちょっとびっくりしましたけど、なんていうのが、最初のそうですね、試合を見に行った思い出ですね。いいですね。 WBC あったんで、あのワールドベースボールクラシックですね、あったのでそれも見たんで、よかったですね。韓国戦あれ、まあ、その優勝するとこ見れたんですけど、で韓国戦の時は、その韓国人と、韓国系アメリカ人とで日本人2人が4人で行ったんですよね。だからなんか応援するチームが完全に敵状態で行ったので、なんかね、不思議な感覚でした。まあ2人ともそんな何ていうか超熱狂っていう感じじゃなかったんで大丈夫でしたけど、まあ僕のその行った日本人のもう1人の方がすごい熱狂で大変でしたけど、それで行ったのを覚えてますね。でまあイチローさんとね、見たのを、そこイチローさんというかイチロー選手とかのプレーをそこで、まあ、生 です、ね、日本代表のを見れたっていうのはすごく印象に残ってますね。でその後、まあ、シアトル旅行に行った時は、あオフシーズンでしたね。でもね、一応スタジアム行ったんですけれど、オフシーズンとか、あとはそうです、ね、サンフランシスコ行った時はオークランドエイズですね、まあ、あのイチロー の今回の引退の試合の時もアストラティックスですね、オークランドアストラティックスとの試合だったんですけど、そうです、オーストラリアティックスとマリナーズの試合ですね、まあ、何回か見に行ってますね。そのアストラティックスのスタジアムステイリアムって言わなきゃいけないですけど、があるのでそこに行って、コロッセオなんかなんかってコロッセオだったかコロッセオだったかなんかそういう名前なんですけど確かに、そこに何度か行きました。最後の時はまたこれも思い出深くて、あれなんですよね、このインターンシップの後で、そうだ、熱がものすごい高く出てた時ですね。で、知り合いの人がいて、なんか日本人とか日本語が興味があるみたいな、それの集まりで知り合った人がいて、あの多分メキシコ系だったと思うんですけど、で、いやイチロー好きだから一緒に行こうみたいな感じで、なんかのチケットもらってたんですよ、僕。なんか無料の何回か行ける回数券みたいなのをもらってて、でそれで何回か行ってって言って、最後の時は行ったらですね、その人来なかったんですよ。電話しても通じなくて、強制送還されちゃったのかなとかって思ったんですけど、で結局チケット余っちゃったんで、それをスカルパーですね、ダフ屋にですね売ったっていうのを覚えてますね。いやもう1試合ぐらい行きたいんですけど、もうとにかくシーズンが終わる時でもう行けないんですよ。もう次の試合が、あのイチローが来ることはないと、マリナーズとの試合はもうないっていう時だったんで、で、やったのを覚えてますね。それでそのスキャンパーに打ったっていうのもありましたし、あとはそっか、イチローの試合見てる時にそこのエンドースメントっていう単語をですね覚えたのもそうですね、イチローさんの試合の時でしたね。で横にいたあの男の子とお父さんいて、その家族とこの2人と結構話しながら見てたんですよ、僕一人ですね、行った時に話しながら見てて、でそこに A lot of endorsement って言ってたんでですね、ああ、エンドースメントっていうのは、あコマーシャルとか出て何かをこう推薦することなんだ、
ですね。そうやってやるとお金がいっぱい入るっていうですね、そういうのを学んだりとか、結構ですね、野球場でいろんなことを学んだりしたので、思い出深いですね。いろんな表現を学んだりとかもしたんでね、懐かしい思い出です。こんな感じでですね、はい、そうです。留学時代は、一郎が来るときはですね、試合を見に行くみたいな感じで、何回もですね、球場に足を運びました。まあ、すごく残念ですけどね、お疲れ様でしたとしかですね、言いようがないですけど、これからどうなっていくのか、まあ、見ていきたいと思います。でも僕はそんな言える立場ではないですけど、ね、はい、まあ、頑張ろう、自分もなんとかこれからまだまだ頑張ろうというふうに思いました。なんで頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.